じゃあ、あーんってしてみるとか、お互いね。で、ちょっとそんじゃ目つぶってみて、みたいな。じゃあ、もっと料理が味が、まあ確かに目つぶるとね、もっとすごく味覚がわかりやすいんだけど、これ食べさせてお互い見るとか。そういう、なんつうんだろう、遊び心を加えていく。うん、シリアスにならないってことかもしれない。イコール。なんかすぐ始めちゃうと、シリアスじゃん、すごく。どっかで多分、恐怖があったり硬くなっちゃう部分があったりすると思うの。体全体で感じるホールドの、もう本当に体全体で宇宙との、境界線、宇宙そのものになる、世界との境界線がなくなるような、すごい官能的な。女性は水だから、水でいいんだから、ゆっくりゆっくりと温める。声を我慢するじゃない？特に女の人。まあそれはもしかしたら、こうやって我慢する。それはね、生きにくいんですよ。だそうから、だよね。そう、声、解解放放が大す事だもんね。すごく大事で、で、自分の体は、自分の喜びのためにある。触らなくても気持ちよくなるっていうこと知ってるでしょ？その体を自由に動かしてあげて、でも女性もそうだと思うけど、男性もそれができるんですよ、実は。それとこれってね、すごい、そんなに最初は強い快感じゃなくないですか。すごい繊細な、もう官能よね。ささやかなさざ波のような官能そうなんだですね、よ。さざ波だでね。もそれがこう積もり積もった時に爆発するそうよだね、ね、的全な。身の。だからあんまりなんかそこにこだわる必要はないよね。し、全身の方が深いよね。深いし、気持気ちいい。持ちいいよね。感じられないって言ってる人って五感を閉じてる人が多くない？なんいいかとその感情もそうだけど、味覚とか触覚とか聴覚、触れる感覚そうとだか、ね。あと自分の中の感覚をどれだけ研ぎ澄ましたさ。でもそれにはさ、すごく正直でいるっていうことと、頭思考で味わわないで、味はきっちし味わう。そうだね。今、今この瞬こ間。の瞬間で。炎を上げてって、あなたの炎をどんどん上げていきます。つなげる、要するにハートとその第三チャクラが離れてて、正気とのエネルギーが上がってこないと、すごく、愛に溶けることができないんですよね。ハートチャクラと下がつながってる必要があって、これすごくグランディングする。グランディングっていうか落ち着くね。すごく自分自身に帰るっていうか。自分の人生を官能的にするってことなんですね。だから官能的であるために、どう官能するってことって、真面目にエクスタシーっていうか至福なんですよ。で、愛に溶けるっていうことなんですね。自分自身のセクシャルなエネルギーこそが愛に溶ける一つの、なんていうかな、もう一つ、唯一と言ってもいいぐらいのエネルギーなので、ものすごく大事。